アーミングをするとチューニングが狂うから、アームユニットは使わない、ビブラートユニットを使わないっていう人が多いんですけども、むしろ考え方を逆にしてトレモロバーですね、これをうまく使うことで、使うことでチューニングをキープするっていう、僕はそういう使い方をしてるんですけども、今の状態ですね。チューニングはキープされてるとして、これで今2弦3弦あたりがぐっと下がってしまってます。これをタイミングしてみました。こうやってタイミングをすることでチューニングをキープしていこうというふうにしているわけです。音に関しては、まあ僕なりにいろいろいろんなパターンを試してみた感じでは、下の2つをしっかり止めてから上を少し緩めに止めるというその時のギターの音が好きなんですね。テンションが比較的柔らかめ、音も柔らかめの音が出て弦が大きく揺れるイメージになります。ネジを締めることでお尻が上がってしまったらもうそれはダメです。上がる直前ですね、上がるほんの直前のところでネジの締め込みをストップする。上がりましたね、下がります。